はい、こんにちは。えー、相手は、えー、星4が2体いて、えー、紫が、えー、4体いるチームですね。えー、回復役はおらず、えー、カウンターノバカンがいて、えー、こちらの防御力を下げ、えー、ウコンでウコンで、 攻撃力をガバッと上げてサルタナコスチューム側で恐ろしいこちらはかなり防御寄りのチーム構成にしました星読んでミニオンを呼べる英雄って結構少ないんですよねそんな中アナスタシアはミニオンも呼べますしフィエンドも呼べるなかなか 使い方次第では遊べるんですよねえおばあちんに対してうまいことミストが働けばいいなと考えていますはいではいきまーすなんとかなんとかではではでは どうしましょうかねどうしましょうかねせっかくこれだけ黄色があるのででも連鎖を起こせないんですよねこのパズルえー 散々悩んだげ挙句,挙句ではまずここ行きましょうかあいいの来たいいの来たそれでは次のターンパズルでトリビュータスを倒すことを考えてえ今はここ行きましょうか えー、トリビュータスにスキルを発動されることなく、えー、倒せてよかったなと考えています。では、では、では、えー、とりあえず一でアナスタシアを発動し、えー、攻撃寄りのチーム構成に対して、こちらは防御寄りのチーム構成です。さらに、オバカンに対してジャッカルを当てて、 これでオバカンも倒せますね。はい、いいですね。えー、でーは、では、えー、ダンドレを使っておいて、えー、羊は温存して、えー、これでまずサルタナ1体倒しまして、 倒せんかったでもってダンドレが効いているうちに、えー、黄色の玉を消したいです、えー、ここ行きましょうかいいですねいいですねえー、ミスト入れといて本当良よかったですねえー、では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 ,では、えー、さらにさらに、えー、アナスタシアで、えー、ミニオンを呼びまして えー、黄色のウコンに対して、えー、ジャッカルを当ててで、えー、黄色の玉当てましてではこの辺に黄色が降ってきてくれたら嬉しいなと考えて、えー、ここ行きましょうか上々ですね上々ですね、えー、では赤ダイヤを作って えー、この赤ダイヤを使えば、えー、盤面に黄色がたくさん降ってきてくれるはず。では、えー、ジャッカルを当てて、えー、ミストを当てて、えー、フィエンドを貼っ付けて、えー、では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 。 これで勝ちですかねえー、アタッカーとしてハマると怖い相手でしたけれどもえー、パズルにも恵まれて勝つことはできましたえー、ミスと大活躍でよかったですはいありがとうございました